はい、皆さんおはようございます。今回はですね、この私の、RX100 なんですけれども、これに使うちょっとジンバルをね、検討したいということで、重さをね、測っていこうかなと思います。で、まあ、カメラに関してはね、メーカーのサイトとかで見れば載ってるんですけど、やっぱりこういう ND フィルターとかね、これアダプタリングの重さっていうのは、ちょっとネット調べても、ちょっと出てこないんですよね。なので、これまあそれぞれ単品の重さも含めてね、ちょっと重さ測っていこうかなと思います。まあジンバルもね、まあ一応マックスペイロード、耐荷重っていうのがやっぱりありますんで、まあできれば、まあギリギリとまでは言わないですけど、まあある程度ね、まあ少し余裕を見るような感じで、選びたいと。で、あまり余裕がありすぎても、まあジンバル自体がやっぱ重くなっちゃうと思うんで、まあそれだとね、やっぱり機動性も落ちるんで、まあできるだけ軽くて、なおかつ、ちょっともう少し余裕を見たっていうようなところで、選んでいきたいというので、重さを測っていこうと思います。で、まずカメラですね。SD カードと、バッテリーですね。は、すでに入れてあります。で、これ、ソニーオプの純正のオプションのアタッチメントグリップですね。これも今ここに付けてある状態ですね。で、裏の液晶の部分。液晶の部分に、これも同じくソニー純正の、モニター保温カラーシートを、ここ今貼ってある状態ですね。はい。で、今、ストラップもちょっとついてますけど、これをちょっと乗せてみましょう。310グラムか。ですね。一応、これカメラ本体の重さですね。で、この ND フィルターの、つけるアダプターのマグネットリングの、マグネットの、部分ですね。これ両面テープでここ貼り付けるんですけど、これもすでにカメラの方に貼り付けた状態で今測ってます。まあこれはカメラ本体の重さですね。はい。そしたら今のアダプタリングですね。これが単体で18.6と。はい。で、こちら。ND フィルターですね。52mm の、可変式 ND フィルターですね。これが 24.9g と。で、もう一つ。外部マイクですね。サラモニックの外部マイク。一応とりあえずこれ使おうと思ってるんで。はい、これの重さが、7.9g と。いうことですね。じゃ、ちょっと全部乗っけてみましょうか。はい。まずカメラと、マイクの性能。で、アダプタリングの ND フィルターと。これで一応、私がとりあえず、使おうと思ってる環境のまあ、フルの重さになりますね。これが、361.4g ということなので、まあ、これに見合った、ジンバルを、まあ、選んでいけばいいということですね。はい。あ、ちなみに、ND フィルターですけど、マグネットの方は、これですね。Amazon で買ったんですけど、このマグフィルター、
52ミリ用のマグフィルターですね。で、ND フィルターの方がこれですね。K&F の、可変式の ND フィルターということですね。まあね、重さ、まあ、細かく測る人っているかどうかわかんないですけど、まあ一応、単体のね、重さっていうのをちょっと知りたい方の参考になれば幸いでございます。はい、ということで、今回は、カメラの重さを測ろうという動画でございました。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。